皆さんこんにちは。 YouTube 姓名判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日も、一般の視聴者様を占ってみたいと思いますが、今日はですね、依頼者番号28番なんですけれども、最年少です。はい、今までの最年少記録を塗り替えましてですね、10代の一般女性の方を占ってみたいと思います。嬉しいですね。10代の方からもね、見ていただいてるんだなって思うと、スガッティ相当嬉しいですね。やっぱりこれからのね、未来がある10代の方が、こうやって自分の将来に興味を持って、そしてその判断材料の一つとして、スガッティのこういった姓名判断っていうのをね、興味持ってくれるっていうのは、すごく嬉しいことでございます。はい。今日は、ご依頼してくださった、この依頼者番号28番の女性の方がですね、そうですね、5年後、10年後、よりハッピーに過ごされていることを、イメージしながら、占いを進めていきたいと思います。はい。それでは早速本題に入ってみようかと思います。はい。今日は依頼者番号28番、10代の一般女性の方ですね。ご覧ください。またですよ。はい。いつもスガッティチャンネルをご覧いただいているスガッティ門下生の方だったらね、もうピンときたんじゃないかなと思うんですけれども、この、スガッティチャンネルでは、まあ、有名人の方を占ったり、あとは、事件や事故を占ったり、リクエストやご質問にお答えしたり、みたいなことをやってるわけなんですけども、その中でも、まあ、やっぱり主軸となってるのが、この、一般の視聴者の方を無料で占う、この YouTube 姓名判断ですよね。私はここ、軸だと思ってるんですよ。数字は伸びないけど。ね。再生回数はここ本当は伸びないんですけども、それはしょうがないよね。他人のことなんか興味ない人がほとんどだからさ。だから、再生回数が伸びないのは、スガッティも覚悟の上でやってます。いいんですよ、そんなの。別にね。でも、そう、主軸と私は思ってる、この一般の方を無料で、そして YouTube で動画配信する形で占い結果を伝えて、それがずっと永遠に、もう YouTube っていう媒体がなくならない限り、もうね、半永久的に保存されるわけじゃないですか。こんな画期的な占いはないと私は思ってるんですよね。まあ、スガッティがその、まあね、先駆者となれればいいかな、なんてちょっと思ってみたりもしてるんですけれども。はい。で、このね、依頼者番号28番の方もそうですし、このね、一般人を今までだから、今回で、28人占ってきてるわけですよね。まあ、28人って言ってもさ、この、相性の場合もあったりするから、28の中には2人占ってたり、中にはね、4人占ってたり、前回も前々回も4人占ってますからね。だからちょっとお時間かかっちゃったりもしたんだけども、まあ、今回はね、お一人ですけれども、こんな感じで、28番目だからといって28人じゃないわけだけど、でも、この中で、この総角31角の登場回数の多さ、ね、頻度が異常に多いんですよね。これちょっと、なんでだろう？検証してみないとわかんないですけども、姓名判断そのものは新しいわけじゃないんだけれども、それを YouTube で占うっていうね、この新しい取り組みへのチャレンジですよね。こういったものに対する、キャッチするね、アンテナの高さっていうのが、伺えるんじゃないかなって私は、思ってるんですね。あ、もう大丈夫。はい。それではね、無駄話長くしてると良くないので、本題に入らせていただきたいと思います。ごめんなさい、お待たせして。はい。ということで、このもう数列ご覧になっていただいただけでね、もう28番の、女性も、例えば過去のスガッティ動画をいくつか見てくださってると思うんですけど、31画何回か出てるんですよ。多分一番出てきてるんですよ。なので、もう31画については、まあ、他の動画にも書いてある通りですから、もうね、これ以上言うこと特にないぐらい、素晴らしいポテンシャル持ってます。で、その他の数字も、15、15、16、16って、1箇所から5箇所が全て超大吉数なの。大吉のさらに上に位置する、大吉を超えた超大吉数なんですよ。だから非常に恵まれてますんで、よくね、スガッティ、ほら、2ペア、同じ数字を2つずつ持つと、良くないですよっていう言い方してるんですけれども、この場合は超大吉数同士、15、15、16、16ってね、落とし穴がそんなにないじゃない。例えば15なんか見てもらうと、腰痛ぐらいでしょ？せいぜい。で、まあね、16は、そうね、生意気とか、そのぐらいじゃないですか。まあ、神経質とかね。自責っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりね、神経質と一緒で、自分を責めちゃうっていうことね。いい時は調子に乗るんだけれども、その、失敗した時のね、落差がさ、ほら、いい時はとってもいいから、これぐらいいいわけ。だから、ちょっと失敗した時の、落差がドスンって大きくなっちゃうので、だから、普通の人が、失敗した時よりも、ほら、この、アベレージって言って、なんていうの、平均、
普段運ってさ、アップダウンアップダウンってこうするでしょ。だけどもまあ普通の人はね、じゃあ40点から60点あたりをさ、こうアップダウンアップダウンってしてるとするじゃない。だけれどもこの16画を持ってる人っていうのはさ、アベレージが高いんですよね。この80点とか90点とかアップダウンアップダウンしてるわけ。それでもさ、たまにそれはね、つまずくこともありますよね。自分のせいじゃなくてもあるじゃないですか。特にね、これから社会に出て仕事なんかすると自分の責任じゃなくても大きな挫折って出てくるはずなんですよね。そういう時の落差が、他の人はさ40とか60ぐらいからのゼロだから、まあね、痛いってなるぐらいだけど、この普段80、90行ったり来たりしてる人にとって、この1回ゼロになると、もうこの落差がどん底みたいな感じで、ちょっと落ち込みが激しくなっちゃいやすいんですよね。でも、まあ必ずそういったピンチがですね、これまた、こう大逆転のきっかけになってくれる数字ですから、ね、大逆転って書いてあるじゃないですか、16画ね。だからこういったね、まあ、挫折は、仕方ないんですけれども、これをね、知らずにさ、生きてると、16画の人っていうのはとても落ち込んじゃったりするから、だから、これね、落ち込んだ時とか、大失敗した時こそ、あ、これもしかしたらピンチ、これ私のチャンスなのかもしれないってね、思って大丈夫ですんで、お酒、まあお酒はね、まだ飲まないからいいか。まあこれ、健康運で言うと、まあお酒ですね、16、6系列はお酒の失敗の数字だったりして、で、その他ね、双角にも深酒って書いてありますからね。はい。まあ、そのくらいですかね。健康運はね。で、ご依頼内容の中に、まあ、将来のこと。まあ、将来のことっていうのは、まあ、職業のね、こと。まあ、つまり仕事運ですよね。将来のこととか、あとはいつ出会いがあるみたいな、そういった恋愛運の質問がありましたので、仕事運と恋愛運にちょっと重点を置いて、お伝えしてみようかと思います。ちょっと仕事運に関しては、これだけの数列ですから、別にね、これじゃなきゃダメっていうのはないし、向いてる職業って、運気ってね、この、向き不向きと角度なんですよ。つまり、例えば、スポーツ選手に向いてますよとか、学校の先生に向いてますよとか、専業主婦に向いてますよとか、何?お医者さんに向いてますよとかね、その方向性ってあるじゃないですか。自分が進むべき方向性。で、こっちに向かって努力したら、これぐらい伸びる、100まで伸びるけど、反対に、こっちに向かって努力しても、これぐらいしか伸びないよ、みたいなね。その、向き不向きと伸び高がわかるんですけども、この31画、そしてこの28番の女性のですね、数列からして、これ、向き不向きの振り幅っていうのがね、普通の人はさ、まあ、こっから、ここぐらいみたいな振り幅だったとしても、この28番の依頼者さんは、もう振り幅広いですから、もう360度みたいな感じの振り幅になってるんで、はっきり言って何を目指そうって思っても、運気の方が風向きをそっちに向けてくれて、追い風でフォローアップしてくれるような人生になるはずなんですよ。だから、向き不向きって、特にね、意識しなくていいです。それよりは、好き嫌いで選んじゃっていいです。依頼者さんの場合は、まあ、好き嫌いで選ぶ形にもしかしたらなるかと思うんだけれども、でもね、結局好き嫌いで伸びるっていうよりは、人との関係性なんですよ。やっぱり運気ってね、気ですから、一緒に働くメンバーと、気をね、こう、シェアし合うことになるんですよね。なので、やっぱり一緒に働く人間が、こう、まあ、大吉か大凶かなんてね、いちいち占えないけどもさ、でも、スガティチャンネルをね、今後100本か200本も見れば、自分でも占えるようになりますから、この先輩ちょっと運勢悪いなとかさ、あ、ここの職場は運勢いいやつが多いなとかってね、まあ、運だけじゃないんだけれども、あとはほら、フィーリングとか、なんていうんですか、この空気感、陽気な職場ってあるじゃないですか、仕事をしてて楽しいみたいなね。そういうね、人間関係で、こう、伸びる、才能をね、伸ばせる、数字ですから。だから、そうね。だから、何をするかっていうよりも、誰と仕事するかっていうのが大事になってくるんじゃないかなって思います。でも一応ね、15、15、16、16、31ですから、まあ、まずはね、31画の適色を言うと、これはね、美の追求とか、究極の美とかね、美しさの、追求をする数字ですから、まあ、美術家とか、イラストレーターとか、アニメーターとか、広告代理店、インテリアコーディネーターとか、カラーコーディネーターとか、あとは設計士とかね、グラフィックデザイナーとか、ファッションデザイナーとか、あるいはスタイリストとか、そういった美しさのね、想像をする職種。あとは、15画。これは、旅行って書いてあったり、言語とか計算とかって書いてありますよね。とても説得力があって、論理的で、プレゼン能力が抜群で、まあ、緻密な計算高さも持ってたりしますから、なので、まあ、営業のお仕事、まあ、外回りのね、営業とか、あとは語学力もあったりするから、海外留学とかね、
あるいは海外への渡航の多い仕事、例えばキャビンアテンダントさんとか、外交員、外務省に勤めちゃうとかね、あるいは貿易の商社に勤めちゃうとかね、あとは、英語の先生とか、英語だけじゃなくたっていいんですよ。スペイン語とか、いろいろあるじゃないですか。そういう語学を極めるとか、あとは通訳のお仕事とか、あるいは豪華客船、ね、なんとかクイーン、なんとか号とかあるじゃないですか。そういうやつの船員さんになるとかね、ほら、世界中飛び回るじゃないですか。あとはまあ交通機関、JR とかそういった鉄道会社とか、そうですね、バス会社とか、あとは旅行会社、ツアー会社とか、観光業界とか、あとはそういった旅のお手伝いをするツアーコンダクターとか、ホテルマンとかにもいいし、そうですね。あとは転勤や転職の多いね、日本中あちこち行ったり、さっき言ったみたいに本当に海外勤務とかあるような職種にも適してたりします。それが15画ですね。あとはそうですね、16画はこれ若々しさの象徴の数字ですんで、若さを保つためのそのアンチエイジング系のエステティシャンとか、美容系とかね、そうですね。あとは化粧品メーカーとか、アクセサリーのメーカーとか販売とか、その辺は特に適してます。けども、まあ適してるって言っても、本当に別に好きじゃなかったらそこじゃなくていいですからね。でもね、そう、さっき言ったか、そう、好き嫌いで最初はもしかしたら仕事を選ぶかもしれないけれども、依頼者さんの場合大事なのは、何をするかよりも誰と仕事するかっていうのが大事になってきますんで、はい。その辺もね、意識してみるといいかななんて思います。でも、私が依頼者さんのお父さんだったら、もう、トップオブトップを目指させます。こんだけだっていい数字だったら、例えば女性のトップオブトップって言ったらさ、なんでしょう、局アナとかね、あるいはキャビンアテンダントさんとかね、雅子様の若かりし頃のように外交員とか、とても華々しいじゃないですか。そういった職種をまずは目指させますね。だから、自信持って、自分のね、搭載されたエンジンに自信を持って、もうフルパワーでアクセル全開しちゃって大丈夫です。恋愛運のお話もしてみましょうか。はい。まあ恋愛はこれからだと思うんですけれども、実は去年から今年にかけて、大破局の周期に入ってるんですよ。でもね、これはまだまだほら10代ですから、今の失恋っていうのは別にね、人生台無しにするような失恋じゃなくて、全てが経験になりますから、10代のうちはたくさん経験して、たくさんの恋愛をしてほしいんです。まあ、恋愛運、結婚運について、まあ、この方は5566、15、15、16、16の31画なんだけれども、まあ、31画っていうのはね、もうご存知の通り、これ美人数ですから、20歳過ぎるとどん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 こう美人になってきます。まあもしかしたら今ももうすでに、美人というかね、可愛いのかもしれないけれども、特にね、16、16、31っていうのは、もう若さと31美しさだから、これ本当にもう年を重ねるごとに、もう10代よりも20代、20代よりも30代さらに美しくなるっていうような、人生ストーリーになってます。でね、ただ、この15、15、16、16、5、5、6、6の、女性っていうのは、ちょっとね、不定数列って言って、不定って聞いたことあるかな？なんて言うんでしょう。ちょっと浮気っぽいというか、恋愛がね、長続きしにくくて、好きな人がいても、いざ交際始めると、今度もう他の男性との恋愛がスタートしちゃうっていうか、ちょっとね、下半身が、まあ、賑やかというか、お盛んというかね。まあ、しょうがない。これ、モテ数ですから、しょうがないの。モテちゃうの。で、この、どうしてね、そうなっちゃうかっていうと、まあ、もちろんモテ数っていうのが大前提だからなんだけども、まあ、その他ね、この5、5っていうのが、これがロマンチストの数字なんですよ。15、15がね。それ2つも持っちゃってるでしょ、ダブルで。そして、早熟の16、16、16、これも2つダブルで持っちゃってるってことで、早熟さとロマンチストがダブルダブルでね、影響されるため、それによって、このちょっとね、年上男性の、こう、ロマンチックなさ、プロポーズって言わないか、告白とか、デートプランとかね、そういうのにちょっと混ぜた感じで、まあ、付き合っちゃって、で、流されちゃって、みたいな感じで、ちょっと年上男性の、年上の混ぜたね、恋愛に、流されてしまいがちなんです。それにより、さらに、20歳に、今期の第一波が来ちゃうんですね。まあ、来ちゃうっていう言い方もちょっとおかしいんだけども、別に来たっていいんですよ。で、その20歳の第一波の今期で、もちろん素敵な男性に出会ってて、結婚してもいいんですけれども、やっぱりね、その時っていうのはさ、まあ、できれば自分一人で判断しないで、まあ、お父さんお母さん、あとはね、お姉ちゃんとかいるのかな？お姉ちゃんがいるといいな。あと、お兄ちゃんとか。お姉ちゃんかお兄ちゃんがいたら、お姉ちゃんかお兄ちゃんに相談するのもとてもいいと思うんですよね。
あとはもちろんね、その信頼できる親友なんだけれども、まあ親友だって同い年ですから、まだまだ、このね、未熟かもしれないじゃないですか。経験としてはまだね、そこまでじゃないはずなので、やっぱりね、あとはそう、スガッティ、何よりも、このね、スガッティに相談してください。お、聞こえた？これがね、ごめんなさいね、今、占い中だけども、ウーバーイーツがもうすぐ取りに来るっていう合図なんですね。すいませんね。はい。そして、第2波が29歳ぐらいなんですよ。ちょっと早めなんですね。第2波が来ちゃうのも。で、これね、29をもしスルーしちゃうと、この方、31歳過ぎると急速に結婚願望っていうのが薄れて、もう美人のイカズゴケ。よくいるじゃないですか。イカズゴケっていうのはね、結婚しないまま、なんていうの？この、なんていうの？一生独身のまま過ごすみたいな女性ね。それになっちゃいやすいんですよ。もう美人のキャリアウーマンみたいな感じ。例えば、同じ31角女性、どんな方がいるかっていうと、ほら、大塚家具の女社長。あの方、結婚してるのかな？聞いたことないけど、多分、独身なんじゃない？ああいう感じになるんですよ。もうバリッバリのお仕事できる、そして美人で、みたいな。あとはほら、スタップ細胞のおぼかたさんとかね。あとは、さっき、私ちょっとチラッとお名前出しましたけれども、皇后陛下、雅子様が、まあ、独身時代のお名前、小和田雅子様だったんですけれども、31画なんですよ。やっぱりね、ハーバード行くだけありますよね。おぼかたさんもハーバードでしょ？小和田雅子様、皇后陛下もハーバードなんですよ。ハーバード目指せるんですよ。はい。だから、本当にね、限界がないですから、31画女性っていうのは。だから、若いうちにドーンと、限界を極めちゃってください。はい。そして、なるべくね、早めにっていうか、20代のうちに結婚して、この優れた DNA を残してほしいの。で、赤ちゃん授かったら、もう忘れずにスガッティにご相談ください。はい。なので、まあね、ちょっと、もしね、29歳の婚期、自分の婚期を待つのはちょっとリスクが高いから、自分の婚期じゃなくてもいいです。この婚期の波っていうのはね、人それぞれなの。だから、婚期があるじゃない、人それぞれね。例えば、依頼者さんで言ったら29歳。なんだけど、人それぞれだから。だから、結婚はいつっていうのは決まってないの。依頼者さんは29歳頃に結婚しやすいんですよ。でも、ボーイフレンドによって、それが変わってくるわけ。だから、付き合った相手の婚期に乗っかる形で、26でも27でもいいから、ゴールインしてほしいんです。お相手男性の婚期で結婚するような人生設計に、こう、練り直してほしいので、だから出会った男性のね、婚期なんかも今後はね、スガッティと相談しながら、恋愛と結婚と、そして仕事と充実させていきましょう。はい。で、さっき言ったから熱しやすく冷めやすいね、ロマンチストで恥ずかしがり屋な恋愛タイプなんですよ。で、まあ恋愛のね、スイッチが入るツボっていうのがあって、これがね、大人になっても、ちょっと子供っぽい場面っていうかさ、16、16ってあるので、ちょっとね、こう、なんていうかな、精神的にも、見た目的にも、こう、若い、ステージで活躍するんじゃないかなと思うんですね。だからほら、グループ交際っていうかさ、男の子、女の子同士で、なんかみんなで10人ぐらいでね、なんかバーベキューやったりさ、コテージ借りてさ、なんかスキーキャンプやったりさ、そういうような、ツアーとか、サークルとか入って、たりなんかすると、そこで恋愛感情に芽生えやすいんですね。ところが熱しやすく冷めやすいロマンティストで恥ずかしがり屋の依頼者さんですから、出会った時はね、楽しいねなんかとかって言いながら、こう面白いねお前とかって言いながらさ、こう出会ってどんどん好きになるんだけども、付き合っちゃおうかなんつって付き合うと、いざ二人でさ、例えばご飯食べに行こうかとかね、ドライブしようかなんて言った時にね、話が弾まなくて、こうなんかなんていうの、なんか、自分、今まで通りの自分が、こう、表現できなくてとかね。こう、来た来た。ウーバーイーツ。あ、はい、お疲れ様です。こちらです。お願いします。はい。はい、行ってきます。はい。お願いします。はい、お疲れ様です。どこまで行ったっけ？そうそう、グループ交際。そうそうそう。だから二人でね、デートするとかってなると、ちょっとね、かなり苦手意識生じると思うの。それがね、神経質っていう16っていうところに出てるんだけども、だから何話したらいいんだろうとかね、この沈黙嫌だなとかね、なんか気にしちゃってさ、自分責めちゃって、なんか話さなきゃいけないんだよなとかさ、これでつまんない女って思われたらどうしようとかね、なんかもう余計なね、こう気使っちゃって、疲れちゃって、もういや、デートなんかしても楽しくねえなって話になってくるんですよ。で、やっぱ友達同士でみんなでさ、なんかボーリングとかやってる方が面白いねとか、カラオケとかやってる方が面白いねとかって言って、また女友達と遊び行っちゃったりするんですよね。結局そっちの方が楽しくて。
だからあまりね恋愛っていうかさ、こうかしこまったデートっていうのがちょっと得意じゃなかったりするのね。まあそう、それはまあ実はね大人になってからもねその性質は変わらないと思います。はい。でね、まああるいは自分が面白くないって思われたらどうしようみたいなのもそうだし、あるいはお相手男性がね、こう思ったほどこいつ面白くねえなみたいな感じ、こいつとも実は楽しくないんじゃんっていうのが分かってくると途端に愛情が冷めちゃうんですよ。非常に熱しやすく冷めやすいんで、でまた他の、こう遊んでて楽しい男友達がいると、なんかお前と遊んでる方が楽しいなみたいな感じで、なんか童心に帰れるよなんつって、こう友達感覚みたいな付き合いの方がを求めちゃうんですね。だからまあそれはしょうがないんだけど、だからねあんまりね恋愛、10代のうちはたくさん恋愛経験積んでくださいって言ったでしょ。それはねまあ他にも理由あるんだけど、後でこれはちょっと今時間ないからあれなんだけどさ、そう10代のうちはねたくさん恋愛を積んでください。でたくさん別れていいです。それはすべてね経験になりますんでね。で実は20歳に婚期が来るってことは18、19でちょっと本格的な、恋愛が一回来ます。でそこでもちろん結婚してもいいんだけど、それはまあスガッティにも見せてください。そしてもちろん親御さんやお兄ちゃんお姉ちゃんとか親友とかにもねご相談してほしいところなんだけれども、でそう恋愛モチベーションがね半年から持って1年なんですよ。それ以上2年とか3年とかダラダラ付き合ってもいらっしゃさんいいことないの。どんどん恋愛モチベーション下がっていっちゃって、で他の男と遊んでるっていうか、他の男と遊んでるっていうとちょっと聞こえが悪いけど、男友達とか会社仕事仲間とか、あるいは女の子友達とか、そういった友達とこう気さくに遊んでる方が好きで、恋愛してる時の方が苦痛になってきちゃうんですよ、1年以上になると。なので交際スタートさせて半年までにこの人結婚に値する男なのか、値しない男なのかを見極めましょう。それは、まあ、スガッティもお手伝いさせていただきますし、親御さんやお兄さんお姉さんがいればね、ご相談するようにして、自分で判断しないようにしてみてください。そして、まあ、この人とだったら、ご結婚前提に交際していいんじゃないかっていうのが、半年以内で判断できたら、直ちに婚約して、で、1年以内に入籍できるようなステップに、ちょっとね、早足でやらないと、ちょっと相当冷めやすい、性格ですので、ご注意ください。はい、今日はそういったところでございます。依頼者番号28番の女性の方の将来が非常に楽しみでございます。スガッティ応援してますからね。どんな人か知らないけど。ね、例えば今部活とか何やってるとかさ、得意な科目は何なんですとかさ、あったら逐一教えてください。はい。あとね、気になる男性がいるんですだったらね、相性診断もしますから、またご依頼ください。はい、今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、それではまた明日お会いしましょう。